異世界失格。恥の多いラジオ。テレビアニメ異世界失格、アネット役の大久保ルミです。はい、玉役の鈴代さゆみです。現在 ATX 東京 MX BS11 アベマ Netflix などで放送配信中のテレビアニメ異世界失格を盛り上げる恥の多い番組、今週もスタートしました。はい、ありがとうございます。いや、テレビアニメ異世界失格も第4話まで放送されましたが、はい、いや、あっという間ですね。なんかもう本当に、ね、でも3話4話は本当怒涛の展開だったね。そうですね、なんかもう1話がわちゃわちゃしてた中で、2話でもうすでに新キャラとかゲストキャラが出てきて、そう、どんどん。で、2話もさ、でも短編としてさ、1本の話で終わってて、はい、後半すごい不穏だったじゃん。確かに、あの引きが、ね、みたいな。で、その3話目のAパートでウォーデリアが出てきて、はい、なんかすごいことが、もう先生さ、お腹ぶち抜かれちゃうしさ、結構血もなんかドクドクで、あんな生きてるわけないじゃん、もうそもそもヒットポイント1なのにとか思って本当ですよね。なんですけれども、無事、なぜかなんか奇跡的に復活って、なんかどういう奇跡だったのかめちゃくちゃ気になる、ね、医者さんが相当頑張ってくれたんでしょうね。本当ですよね。はい、びっくりしましたけれども、そんなことでね、そこからあの、はい、アネットと同じ神官であり聖職者のあの医者が登場し、はい、そうです、助けてくれて、すごい医者さんめちゃくちゃしっかりしてそうで、そう、頼りになる感が半端ない。そうなんです、アネットがダメ女だからノールック見継ぎしてたからね、あれね。まあ結構なんか3話とかでもね、アネットとのことは何も書いてないと先生から言われてしまっていたりとか、 あそこですよ、あのシーンが、あれ、あのシーンですよね、はい、ルミさんも私があの、私って先生にとって何なんだろうってあのー、ちょっとこう虚無になりたくなっちゃう。そう、あのアネットだけじゃなくて大久保ルミも考え始めちゃった時、あれ確か演じ手としてもなんか、ってなってもうどん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 アネットさんのそういうちょっと顔芸って言ったらあれですけど、そうそうね、ちょっとね、加速していきますからね。で、まさかのフンヌの魔王が7日前に転移者によって滅ぼされたことが発覚。これ普通に作品的にも驚きですよね。そうなんだよ、だって魔王を滅ぼすためにさ先生呼ばれてるはずじゃんじゃあ何のためにって、あれって言ってからの鈴木と、はい、コウタロウ、いや、コウタロウ全部持ってく、コウタロウ、そう、あいつが全部持ってくんだ、ちょ、あいつの能力でも本当はめちゃくちゃ欲しかったよ、結構一人だけ派手だよ、そう、あとあいつ普通に戦う時どうするのって思ったよでも逆にこのラップでみんな気取られちゃう気がするよ。そうなんだ、あの恐ろしいことにメールがほとんど鈴木でもウォーデリアでもなく孝太郎のが来てるんだよ、びっくりだよ孝太郎いい加減にしろよ、ありがとう孝太郎、最高だったぜはい、ということでねすごい、この孝太郎のこと喋ると BG も変わるっていう仕様に、ね、あのね、もう本当によくこの広い BGM 持ってこれたなっていう、本当ですね、はい、独特な空気でしたけれども、まあ、ちょっと鈴木のね、まあ、鈴木はね、はい、まあ、我々にも関わってきますけど、そうですね、何より医者がね、はい、一番関わってくるキャラクターでもありましたので、そうですね、はい、どんなに関わっていってるのかっていう感じで、そしてそこでね、鈴木に対して創作意欲が湧いた結果、なんとが起きてしまう、そんな話もねしていきたいと思います。ということで、そんな回にふさわしいゲスト様が今回登場いたします。はい、一緒に作品のお話を引き続きしていきたいと思いますよ。はい、ということで始めていきましょう。異世界失格、恥の多いラジオにようこそ、冒険者。改めまして、アネット役の大久保ルミです。玉役の鈴代さゆみです。さて、ここでゲストの登場です。ゲストはこの方です。はい、医者役中原舞です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、もう2話のラストでね、登場した同じ神官であり、もうあの天使を導く役目を持つものであり、そして何よりアネットの親友である、そうなんです、医者大好き。いいですね、なんかこうヒロインの親友ってなんかあんまりこう、なんかこう異世界ものでなんか触れてきたことがあんまなかったので、すごい、なんかずっと心配してるなっていう、あんまなんか親友ってかお母さんですよね、本当に大丈夫みたいな、あの男平気みたいな大丈夫、先生はそんな人じゃないわって言いながら
こうお金をじゃら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 ってすごい勢いで出してましたもんね。ひどかったですね。ひどかったね。いやでも私はまあ孝太郎が来た時の話中なんだよが面白すぎて切れてる。あのなんかバイブスの雰囲気とかでもやっぱ親友なだけあってアネットとちょっと似たような部分も感じるなと思いました。いや確かに感情が上がってくれるところ。でもやっぱりこう、はい、中原さんがイーシャを演じてることにやっぱすごく私は喜びをか、はい、もう感じてもう本当嬉しいって。そうですね、アフレコ時からすごいそういう話もされてた感じしましたね。でもなかなか一緒に撮れなかったんだよね。そうなんですよね。だからイーシャの声聞きながらとかで撮ったりとかしてたんですけど、すごいやっぱり異世界失格って結構まあ、異世界ものとしてはなかなかシュールで、ね、そうですね、だと思うんですけど、中原さんどうですか、最初にこう見た時というか出演決まった時どんな気持ちでした。異世界なのにその先生ってほらあの感じじゃん、はい、でなんとなく知ってるあの人のイメージじゃん。あ、そうですね。なんとなく、ね、なんか、はい、はい。そうそう。あ、なんか、異世界にさらになんかそういう著名人入ってくるのなんか不思議、面白いって思いました。ああ、まあ確かにそこの組み合わせって結構珍しいですよね。珍しい。そうですよね。なんかゲームっぽい、その、なんだろう。吹き出しっていうか、コマンドが出たりとか、なんかああいうのも面白い作りだなって。確かにそうです、ね、ました。あれは確かになんか異世界来た感ありますよね。異世界じゃね、基本なんかギルドがあって、うん、ステータスがあって、はい、みたいなのがある中で、先生1しかないんで基本猛毒が常にかかってるっていう。すぐ死んじゃう、ね、それこそなんかせっかくイーシャさんに助けてもらったのに、その後すぐ毒瓶なんかごくごく飲んで体調が良すぎて逆にきついみたいな意味がわからんって感じでした。ちょっと単位が違うのかな、HP の。そう、そうかもしれないです。もしかしたら1なわけが、ね、びっくりでした。びっくりしました。でもこのね、3話4話はまあそのイーシャが、まあ、迎え入れた鈴木っていう転写が、まあ、孝太郎のちょっとね、印象が強すぎてちょっと皆さんかすむかもしれないんですけどこいつが鈴木だみたいな感じで、鈴木様がここの町を治めるって紹介してましたからね、うん、お前そこでもラップなんかいっていうラップだったね。いやもうキャラ濃かったですね、うん、でも鈴木ね、最初あんなやつじゃなかったっていう。そう、なんかもうちょいね、おとなしくって、はい、あんまり自分に自信がない感じの子だったのにね。そうですよね。鈴木とは、松岡さんとは一緒にアフレコの時は。鈴木は松岡じゃないんだ。あ、間違えた。そう、孝太郎、孝太郎、ちょっと、どっちになっちゃった。ラップしてたのは松岡さんなんだ。そう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 。孝太郎さんとは一緒だったんだけど。あ、羨ましい。なんかね、最初孝太郎はもともと、普通にセリフを言ってたの。で、はい、ちょっとだけ、はい、ラップの要素入れてたんだけど、はい、なんか大人たちがね、楽しくなっちゃったのかな。そうみたいですね。なんか私もなんでああなったんですかって、その別撮りだったので聞いたら、はい、なんか急にスタッフさんたちで、ラップですかね、やっぱラップですよね、ラップだと思います、すいません松岡さんラップでお願いしますですよねってなったっていやすごい、それにすぐ答えられちゃう。いや本当だよね。なんかしかもこれラップだけどラップではないみたいな。言い合いほぼほぼ孝太郎が何でも孝太郎ぐらいで、はい、本当ですね。あれでもなあれ好きすぎてテンション感も、でも元からあの感じではなかったらしいみたいなのね。なんかもっとダウナー、最初もっとハイテンションだったらしいって聞きます。そう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 、もちろんハイテンションだったんだけど、なんかもうヨーヨーぐらいの感じでいきましょうあ、いやそうなるんだと思って。いやなんかこんなこと言っちゃあれなんですけど、はい、ほんとこれに出演してくださった方本当に嬉しいんですけど、はい、松岡さんよくこの仕事を受けてくださったなとすっごい楽しそうだったよ。やってる時さすがです。さすが、気になっちゃいますね。では鈴木に話戻りますけど、鈴木はそのまあ現世ではちょっとまあ周りから結構いじめられていたりとか、うん、そうですね、で結局その先生に存在していないと思われてたスキルが、はい、あ存在しました ね、 そうだね、発動して、うん、ちゃんとあったんだっていう。でまさかの異世界失格っていうタイトルの、はい、ね、鈴木の小説書いて、うん、まさかの4話にしてね、もう、はい、
これダブルミーニングだったんだっていう。いやすごいですよね。全くその考えてなかったところから来て、で現世に鈴木が帰っていくじゃないですか。うん、そうだね。なんかあれがでもその C パートで鈴木があのバイトの面接を受けてて、はい、でそのバイトの面接受かってあの雪の中帰ってく、はい、なんか、よかった。なんだろうそのいい何どんな人生でも。なんかこう異世界に行こうが帰ってこようが、はい、彼らの人生は続いていくんだなっていうその小説は書き終わったかもしれないけどその先はまだあるんだなっていうのがそうですねすごい哀愁漂ういい終わり方だったなと思ってあちゃんと文豪なんだなって感じしましたあの人仕事してんだなちゃんとやることはやれるんだなってちょっと思っちゃうようなそう本ちゃんと出版してたんだなっていうそうですよね確かになんか読書とか普通に自分がしてた時も終わった後勝手に自分でこう想像したりとかしてたなっていうの結構思い出されるような描写ではありましたね。そうでしたよね。いい余白って感じがして素敵でしたね。いい者としてはやっぱりこう一番自分がまあ迎え入れてああなっちゃった、うん鈴木のこう顛末見ててどういう気持ちでした？やっぱりなんかもうずっとあの天使に対していい印象を全く持ってなかったので、そうなんですよね、天使なんてっていう感じでしたもんね。そうそうそうだったんだけどなんか多分それの大元にあるのが鈴木のことだったりするからなんか一つ医者の中で先生に対する見方とか他のこう転写に対する見方が変わるような出来事だったのかなっていう感じはしました。そうですよね。なんかあの、ね、姉と私がもう預かるからって言ってたけど最後は棺桶作り直してくれていやそういやいい人いい人ですごい真面目ですよ ね, ね真面目助けてくれて、チューして、チューしてくれてって言われたとか、そらしてくれたら嬉しいけど、チューしてくれて、ね、心配してくれて、一緒に戦ってくれて、棺桶用意してくれて。いやー、いい人。で、見送ってくれる。いやー、本当になんか戻ってきたい場所って感じしますね。そうそう私の帰る場所なの。そうですよね。もう帰ってきて。あー、帰りたい場所だ。帰って守りたい。お母さんみんなのママって感じがすごいありますね。安心感が。じゃあそんなところでね、ちょっと届いたメッセージも読んでいきたいと思います。こちら、はい、ペンネーム一郎さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。大久保さん、鈴代さん、そしてゲストの中原さん、こんにちは。こんにちは。第3話見ました、うん。私は先生に魔王となんか戦ってほしくないなんてフラグを立てるもんだからすぐに回収されて魔王、カッコハテナが出てきちゃいましたね。ウォーデリアはね、魔王の娘ですからね、うん。ただ彼女は天使以外の人に危害を加えるつもりはない様子。異世界から勇者を呼んで魔王を討伐することが正義なのかわからなくなってきました。今回は魔王以外にも新キャラが登場しましたが、とりあえずメロスは使い魔失格、転写たちは勇者失格のようです。イーシャは何が失格なのか楽しみにしています。それずっといると思ってたんであれですけど、メロスもここで初登場でしたね。そうですね、3話の冒頭なんか名付けられてましたね。そうなんですね。お前はメロスだ、かわいいお前はなんか主の元に戻ってきた、だが怒られた、メロスだメロスだイーシャは何がし、ここまで話してて失格のとこなんか。ほんとですよ。なんだろうね。私がやってて思うのは、はい、その、心配性すぎて誰かを縛ってしまう感はあるなって。なんか自分の思いで誰かを縛って押し付けがちな子なのかなとはちょっと思ったんだけど、まあ、心配がゆえにこう愛から来てる。そうですよね。しかもあの、コウタロウみたいな、はい、あれだぞって言ってのましたもんね。確かに。見ろあれだぞって。それは本当にそうですね。そうだったら転写とね一緒になっていさせたくないっていう、でも確かに心配性すぎるっていうのはあるかもしれないですね。確かに。でも本当に他はもうなんかね、いい人、素敵な人すぎてなんか本当にあの、ね、お願いだからパーティーに一緒に入ってほしい本当にもう一家に一人、いい者さんみたいな感じで、あの聖堂から引きずってっていいんだったらもう本当に一緒に連れて行きたいですよちょっと仕事があるんでね。ああ、お殿様がいらっしゃるから。でもちゃんとしてるところもいい。そうね、たまに帰ってきて会いに来て。はい、そんなところがいい者
今のってあのそんなとこがいいと医者が被ってましたね。ごめんなさい、本当にありがとうございます。拾ってくださってすいません。では読まさせていただきます。お願いします。ヨシムーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。大久保さん、鈴城さん、ゲストの中原さん、こんにちは。こんにちは。アニメ第3話を見ました。鈴木孝太郎と先生以外の転移者が出てきましたね、うん、鈴木も孝太郎もキャラが濃くて印象に残るキャラでした。特に孝太郎は憎めないキャラでラップ調の喋りに笑いました。孝太郎の能力量産、僕も欲しいな。俺の能力は量産、おごってやろうかお姉さん。たくさんのお金でモテモテな俺自画自賛、でも金が尽きたら相手にされない悲惨散々、でも俺自身の魅力で惚れさせる、こんな俺どうですか皆さん。長いわ。長いですね。長いわこれ。思ったより長くてちょっと。思ったより長くて。結構よく。広い。いけばよかったかと思ったんですけど、じゃあ、孝太郎ラップだとこのくらいかな。そうだね。孝太郎ラップとしては大正解だった。ありがとうございます。ちょっと全然頭に入ってこなかったんですけど。すごい。まあ、この能力、ね、でもこの能力すごいなって思ったのが細かいんですけど、孝太郎が、目が、目がって言って、覚えてるお姉さんたちって言っていなくなった後に、はい、マジで孝太郎のセリフ全部覚えてなきゃ。好きすぎてなんかちっちゃいつが全部抜けてるって、なんとかまたとか、そうしまたーだたーみたいな。もうなんかあの後にあの机の上にあったお金がブーンって消えるんですよ。あ、そう消えた。確かに消えてましたね。なんかくれないんかいっていうね。それはそうなんかいみたいな。そうだから、あの場に孝太郎がいて使わないとダメな能力なんだなっていう、うん、ですね。タヌキと一緒だね。確かに貝から葉っぱになっちゃうもんね。そういうことか。わ、最低の転移者じゃないですか。なんか役に立ちそうで立たないかも。警察として金払ってないじゃん、ね、あいつ。そこにいないとダメって結構ねえびっくりだ。いやまあでも量産はね、本当にいいかもしれないですけれども、うまくこう使えたらそうだね。良さそうですね。まあほぼ詐欺師ですけどね。あの見た目なんかちょっと騙されがちですけどもね。はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。そして次回アニメ第5話ですが、はい、ついにあのキャラクターが登場します。おはい、皆さんお待ちかね、ミヤくんが、はあ、ついに、はい、ようやくまともな人が来ますよ。今のところ本当になんかちゃんとしてるの、いい医者さん。そうなの、うん、でもね、一緒には来てもらえなかったね。そうなんです。でもね、ニアだけじゃなくてね、とある人物も、はい、ずっとね、1話から映ってる大事な人物も、はい、いや、怖いですよ、あのシーン出てきたりするんですかね。はい、じゃんいろんな意味で、もうネット的にはいろんな意味で、ね、しかもイーシャも実は今回、はい、パーティーにはまあ加わらずここでお別れってなるんですけど、はい、イーシャ自身は意外とこの後もちょこちょこ出てきて、うん、そうですね、はい、また合流したりもね、ちょっとやっぱ様子を見てもらって、そうなんですよ、ね、常にね、できれば2回に1回は会いたいぐらいの気持ちで、そうですね、本当にたまにちゃんとこう見守っててほしい。そうなんですよ ね、 たまに監視しに行くね。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、ちょっとニアについてなんですけれども、はい、まあウィリデス、アリウィリディス、すごい名前だな。ウィリディスの村で宿を取ることにした一行がですね、はい、腕に自信のないパーティーに用心棒として転移者を紹介するサービスをしているという少年ニアと出会う、うん、で戦力を魔法していたアネットは先生の安全を考えれば安いものだと大枚をはたいてし、またここで能力貢ぎをね、本当ですね、してしまうんですがっていう、このガーですよ。ガーでミアがね、本当に何ていうか、まあ、最初、はい、出てきた時を見てもらえればわかると思うんですけど、相当いろいろね、そうです、抱えてたりとかしてますもんね。でそこがね、大事なとこだし、あれがあるからこんだけしっかりした子に育ったんだろうなっていう、バックボーンがちゃんとこう ねある感じのキャラクターですね。何よりもかわいい、かわいい、確かにかわいい、目もクリクリで、そうなの、本当に。でもやっぱね、戦力になってくれるのかどうかみたいなところに、ね、注目していただきたいですね。はい、ということで皆さん、テレビアニメ異世界失格第5話もお楽しみに。異世界失格、はじの多いラジオ、続いてはこちらのコーナー、現代失格。世の中は
とかく生きづらいものです。このコーナーでは今を生きるリスナーから現代失格だなと思ってしまうような苦手なことを教えてもらいたいと思います。はい、はい、まあ、4話にしてね、電車鈴木が異世界失格者となり、うん、見事にね、はい、それまでにもいろんな失格者がいましたけれども、はい、中原さんって何か現代失格だなみたいな、これ苦手だなみたいなことあります？なんか現代のものだけじゃなくって苦手なもの結構多いんだけど、意外です。世の中の、あの日本の世の中の、はいはい、iPhone とかさ、あ iPad とかさ、はいはいはい、あの iPhone ユーザー多いじゃない？そうですね、はい、比較的、うん、私、うん、iPhone 使ったことがなくて、あそうなんですね。そう、なんかね、これ iPad ですか？ですよね。今日台本も iPad とかでいただくんだけど、はい、使い方がわからないんだ。これは私はどうしたらいいのみたいな。かろうじて、はい、かろうじて使ってるけど、かろうじてなの。いや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 、まあまあ、でも、急に渡されたらね。結構最近あの、ラジオでも増えてきましたけど、でもやっぱ基本はやっぱ紙で台本読んでる。そうですね。で、ゲームとかは私ももう iPad で統一しちゃってますね。ああ、そうなんだ。枚数が結構もう1000とか多いみたいなやつとかは iPad。みたいな、あとなんか外にいる時も、ね、ちゃんと書類をダウンロードしておけば、うん、空き時間で喫茶店とかでチェックもできちゃうので、うん、ああ確かにそれはそうかも。あの人から見えないですもんね。そうなんですよね。確かに。だからちょっとでもっと言えば、あの iPad で V も見えちゃうんで、リハ V も。そうなんですか。あのダウンロードできちゃうから。あ、そうか。あ、確かにそうですね。そうとか、ドラムボックス入ってたらそのまま見れるから。確かに、まあ、Wi-Fi があるとこ、あの私のはあの Wi-Fi がないと使えないんであれですけど、だからカラオケとか入って人がいないところで、あの、できましたもんね、台本チェックしちゃうとか。できちゃうから、やっぱちょっとなんか、でも今の子本当に iPad、うんうん、若い子とかもみんな使ってて。そうだよね。なんかあの、紙である、あの先輩で紙の方もいらっしゃいますし、うんうんうん、私も紙の時ありますし、はい、あの待つってこと知らない人が多くて、ドラマ CD とかのめくりとかですよね。そう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 、確かにそうかも。確かにそうかもしれないですね。気遣い失格って思いました。確かに。スッてやったらもう次のページに行けるもんね。そうなんです。なんか人によっては結構もう携帯でもうやっちゃうっていう方も、あの最近の、なんですかね、最近若者か、若者なのか。私はもうあの、ちょっと例えできるとしても、はい、一言とか一行とかだったら許せるんですけど、うん、やっぱ仕事を携帯でやるのはさすがにちょっと、そうですよね。姿勢としてどうなのって。ちょっと姿勢か、私よく見えるなって思った。優しすぎる。そんなちっちゃい画面でね、人間性が違った。でも、もうわかります。なんかね、そっか。でもね、あの iPhone とか iPad じゃないけど、はい、機械を使ってはいるの。おー、あ、そう、機械は使ってる。パソコンですか。パソコンを持って現場には行かないよ。そうだよ。行かないよ。重いもん、あれ。そういうの重いですよね。本当に。そうそう、なんかあの読書できるみたいな。あー、なるじゃない、キアンドルみたいな感じですね。あ、そうそう、なんかああいうのに落としちゃえばチェックはできるから。そうですよね。確かに。なんか iPad 以外にも結構タブレットいろいろありますもんね。そうそう、うん。なんかね、シンプルなのがいい。これしかできないみたいな候補してる。あ、でもなんかやっぱりいっぱいできちゃうと、それはそれでやっぱ、結局この機能何って。私 iPhone で使ってない機能死ぬほどありますもん。私も言うてよく分かってないまま使っております。そうなの。本当に二人はもうそうなの？もう全然。多分今、あの、5歳とかの方が私たちよりよく使いこなしてる可能性が。動画編集とかするよね。すごいよね。ですね。そうなんです。すごいよ。もう、怖い怖い。本当ですね。はい。じゃあちょっとメッセージもね、紹介していきましょうか。はい、こちらは、ペンネーム風島るさんからです。ありがとうございます。フードデリバリーを頼んだはいいもののちゃんと届くか不安で、ずっと配達員の現在地を見ちゃう。わかる、これわかる、超わかる。は結構そういうデリバリーは頼まれますか？私はめっちゃ頼みます。あ、私もめちゃめちゃ頼んでしまう。私もでございます。だからあの、私の家の住所が、うん、多分ちょっと、なんていうか、入り組んでるとこにあるので。びっくりした、今言うのかと思った。住所住所は、ピーをね、隠してもらいま
ましょう。だからなんか間違えて入り口の裏側行っちゃう人とかいるんですよ。なるほど。だから最近注意事項に書くようになりました。メモみたいなところですよね。そう、そうなんですよ。なんか裏側に行っちゃう人がいるんで気をつけてくださいみたいなことを。あ、確かに、みちゃんうずっと配達員さんのその動向、なんか何時までに届く予定みたいな予定時刻あるじゃないですか。 ありますね、うんうん、あと何分でみたいな、みたいな、うん、なんかあれが超えても音沙汰なかった時は見ちゃいます。ああ、私ね、はい、その受けとピックアップしてからまっすぐ来てくれればいいんだけど、はい、なんか最近さ あっちに届けて、はい、こっちに届けてってするでしょ。この優先化、なんか普通スタンダードかで課金したらまっすぐ来てくれるけどみたいな。そうなの、なんかその動向が気になって今うちにまっすぐ向かってるのかなみたいな。大丈夫かなみたいな。なんか子供みたいな。そうそう、初めてのお使いかなって。初めてのお使いみたいな。あ、ちょっとここ信号長いよね、暑いよねって思いながら見ちゃう。優しさ、優しい、優しい、もう見守ってますね、これは。見守ってしまうね。つい、わかるな。あ、配達員さんの顔写真見るかっていう。ああ、でも、勝手にアイコンにね、なってたりとか。あれなんか多分、ちゃんと顔写真じゃないとダメなんですよね。登録しないと、みたいな。でも、あれとなんかたまに、その、なぜ、こう、そのデリバリーをやり落としたかみたいな理由が書かれてるんですけど。嘘、後ろ知らなかった。単純に自転車移動が好きだからとか、たまになんか、何々になりたいからみたいな夢とかが書かれてたりして。じゃあ、チップあげようかな、みたいなね。チップあげちゃうんですよ。ちょっと大雨の時とかに頼むとちょっとなんか申し訳ないな。雨の日とかすっごい暑い日はチップ入れちゃう。ありがとうって思いながら、ちょっと、まあそれが仕事だと思うんですけどね。いや、そうなんですよね。目に情が湧きますね。わかるわかる。いや、ありがとうございます。じゃあお次です。にゃんこフェスタさん、ありがとうございます。私が苦手なことは、ネット通販で買ったものをすぐに開けなくて段ボールがどんどん溜まっていくことです。あるある。よく某大手のネット通販などを利用するのですが、荷物が届いても、まあすぐに使わないからいっか、うん、時間ある時にまとめて開けよう、うん、とついつい後回しにして溜めてしまいがちです。わかっちゃいるんですけどね。ということで、私これ買い物がそうですね。あー、ネット通販。ネット通販もだし、よく展示会とかあるじゃないですか。私、アニメとか漫画家さん好きなので、その漫画家さんの展示会とか行くとグッズが大量に売ってて。はい、確かに。やっぱあれ魔力なんですよね。もう、大量買いして、ですよね。展示会とかだと特にこう、今欲しい。そう、もうここでしか買えないとか思って。で、なりますよね。で、こんなでっかい紙袋を持って家帰って、さて場所どうしようっていう。きちんとやっぱ飾るなら飾りたいし、しまうならしまいたいしっていう。使うなら使いたいしね。ありますね。わ、気になる。私はね、一緒かも。結構じゃあもう、たま、よく頼まれたりはされますか？なんかね、ストックしておきたいタイプなの。なくなる前に何かもう、そう、3つぐらいちょっとストックしときたいから、うんうん、ストックしててストックを買うから、一瞬は開けないんだよね。すごいわかる気がします。私はなんか朝になんか飲むドリンク決めてて、常温保存できるんですけど、それが。うん、それなんかやたらなくなりそうって、なくなってないのに思っちゃって、うん、なんか大量に買っちゃうんですよね。欲しい時にないとちょっとあれですもんね。そう。ありますね。でもなんかたまにその段ボール積みすぎて、はい、あれ買ってたっけ買ってなかったっけ分かんなくなっちゃったって言って買っちゃう時がある。あ、でより溜まってくみたいな。開けてないから中身が見えてないから。そうなの。確かに。でも私すっごいこれ前にも聞いたことあると思うんですけど、はい、中原さんって美容とかで食べてるものとか飲んでるものとかあります？あー、美容のため、なんだろうな。でもなんか酵素とかは取ってるかも。おー、免疫力とか、はいはい、体力が落ちたりするのがちょっと嫌だなと思って、うんうん、ちょうど自分もここ数ヶ月で酵素ドリンクを始めました。はい、酵素ドリンクってどういうのが？あ、水とか炭酸とか水で割って飲むやつで。そうそうそう、マイさんもそういう。そう、私もそれしよう。気持
ち確かに良い感じが、うん、あれはじゃあストックは貯めていらっしゃるんですか。ストック貯めてるね。へえ、ね、中原さん本当にマジで全く変わらないので、いや本当にいつお会いしてももう二人ともお綺麗で、いやいやいや、もう憧れの女性、何なんかこの女子しかいないなんか女子の持ち上げトークみたいな本当に思ってますでも酵素ドリンクは飲みますね私。いやもういいですね。はい、はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。引き続き皆さんの現代失格なことお待ちしてます。異世界失格、はじめおーいラジオ。続いてはこちらのコーナー。僕も生まれながらに作家だよ。文豪である先生は生まれながらに作家ということで、毎回ハッとさせられるような名台詞を生み出していきます、うん、それにちなんでリスナーの皆さんが人生を歩んでいるうちに生み出したオリジナルの名言をご紹介していきますということで、はい、まあ、アニメの4話まででもかなり先生の名言たくさん出てきましたけれども、出てきたね。2話ですと、どう生きていくべきかの選択を他人に委ねたことはない。これめっちゃ響くよね。さらっと出してるのがいいですよね。そうなんだよね。とか3話だと、彼女はカゴの中の鳥ではないのだ、うん、言ったりだとか、4話は、うん、まあ、アネットさんのことですけれども、うん、アネット君は君が思うほど弱い女性ではないよ、うん、先生こんなのもっと小説には書いてないけど、うん、私のこと見てるじゃんだから、あね、本当にあの3話で、うん、私って何なんだろうって思ったのが、あの4話で復活するっていうね見事にこう下げてあげてみたいな悪い男だただそこに何もこう意図はないっていうのがまた罪な男ですね。はい、じゃあどんなメッセージが来ているのかご紹介していきます。仙台っ子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。私がアニメグッズを買いまくった時に生まれた名言です。クレカはただ、無料と書いてただ。あれかな、親御さんのやつ使ってるのかな。で、多分現実逃避系だと思います。なるほど。あの、目に見えてお金を出していないから、財布から減ってないから、はい、これはただだって言って2ヶ月後ぐらいに苦しむやつですね。そうですね、はい、やっぱりなんか一度こう支払いの時はカードでやったとしても、うん、いくら払ったか一回こうなんか引き出しとかしてこう札束を見てふんってまた預けるのがいいみたいなとか聞きますけどね。あ、なるほどね。一回自分の目でこんだけ出したんだぞみたいな。うわあともう貯金残高見てやべえなって思わないと、はい、クレカって一生自転車操業ですもんね。そうだよね。人生で限度額超えたことありますかって、あのクレジットカードで。あ、おー、ある、ありそうだね。ちょうど先月お超えてました。おとと。ちょっと。何買っちゃったの？あ、でもそもそもなんかこう限度額がそも高くなかった、あの、クレジットカードだったんですけど、ね、うんうん、結構なんか、いきなりなんか全然取引できませんってなって、あれ、え、なんて、うんうんうん、結構。高い目の買い物をしてしまって私もでもあの1回だけ人生で、はい、あの1枚しかずっと持ってなかったんですけど、うん、はい、あの引っ越しをした時に家具とか家電とかいろいろ買い替えたのを全部クレカでしてたら止まっちゃって、うん、で次使えるようになるまであと1週間その期間があるんで、その更新の、はい、それまではって言われたら意外とクレカ使えないと困ることに気づいちゃって、ちょっと不便ですよね。それでもう一枚作ったんです。あ、そうなんだ。本当にあのもうやっぱクレカね、2枚ぐらい持っとくと使いすぎちゃうんだけど。いや、わかります。そこの意思をちゃんと自分で持ちながら使えればいいんですよね。そう、あとどれぐらい使ったかちゃんと計算しとかなきゃいけないなって。確かにそうだよね、思いました。それをきっかけにちょっと限度額を上げてしまったので気をつけようと思いました。そっちをね。そうですね。中原さんにはないですか、そういうことって。ないかな。現実そうですもんね。私何枚か持ってて、はい、その、うんうん、例えばその海外行くときはあのこれ使うとか分けていらっしゃる。そう、海外でさ、なんかのイベントとかで海外行くとさ、はい、お買い物するときも自分でお買い物するでしょ。そうですね。そうなったらクレジットカードでお願いします、英語でね。はい、クレジットカードオッケーみたいななんとかなんとかって言われて、これは私は何をすればいいんだ、ここに差し込めばいいのか、それとも何ってなっちゃうのが嫌だったら、はい、ピッていうやつにして。あー、タッチ決済。そう、ありますよね。タッチオッケーみたいな。
で、できるように、タッチ決済 OK のクレジットカードを持っていくようにしてたりとか。タッチ多いですもんね。そうそうそう。さあ、もう一枚いきます。ペンネーム12のさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私がネガティブ思考に陥りすぎた時にたどり着いた境地です。自分は生きる価値ないけど、他の人も大して生きる価値ない。めっちゃネガティブな言葉ですけど、大半の人は代わりが聞くことに気づいてから気楽に生きています。あ、まあ、すごいネガティブ究極に極めちゃいました ね、 ね、逆にもそれですごい楽になれるっていう気持ちはすごいわかりますね。でもそうかもしれない。なんかちょっと生きる価値は生きる価値あるよ。1、2の3にもあるよ。あるけど、でもなんかありますよね。自分になんかこう、自信がなくて、こうなっちゃうときに、確かに。他の人も、でも、大したことないよって。そうですね。思えたら確かにね。その、自己肯定感上げるんじゃなくて、周り全体を下げるっていう。いやー、面白いな。みんなを道連れにしてこう、下げていくっていう。みんなも、こうだ。そう。ちなみに、中原さんは、ネガティブとポジティブで言ったらどっちですか？どっちだろう？ネガティブな方かも。どっちかっていうと、ネガティブかもしれない。そうなんですか？なんか、石橋叩いて叩いて叩いちゃうかも。ああ、でも、しっかり叩いちゃう。もうずっと叩いてるみたいな。すごい、今めちゃめちゃドラマーでしたよ。タタ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 ン！って。壊しはしないですか、その石橋。壊しはしないけど、気づいたら渡ってない。あれ、なんで叩いてたんだっけ？あれめちゃくちゃ壊したっけみたいな。へぇー。まあ、あれ、意外と心配性、その、いい社が心配性って話さっきありましたけど、中原さん自身も心配性なとこがあったりするんですか？ああ、そうだね。心配性かも。でも大事ですよね。こう、なんか確認したりとか。そうだね。何も考えないよりかは、やっぱこうね。二人は？さゆみちゃんはポジティブだよね、きっと。私結構ネガティブで。そうなの？本当にこの1、2の3とちょっと似たような感じで、ラジオ的に大丈夫かわかんないんですけど、結構極限行ってた時、人はいずれ死ぬって思いながら。間違ってる、心理だ、心理。なぜ生きているのかみたいなのを調べてた時期とか。ありましたね。先生じゃん、先生。先生調べると本当にいっぱい自分と似たような人の人は、なんかその生きる意味を見つけるために生きているのだ、みたいな。出てきて、ちょっと勇気をもらえるみたいな。なるほどね。ポジティブになりたい、ネガティブ、みたいな。ポジティブを演じてるのかもしれないですね。いやー、努力の結果だよね。それはでもいいことです。ネガティブなのは悪いことでもないですね。エルミさんはいかがですか？私はまあどうなんだ。ネガティブだけど、かなりエッジギの効いたネガティブというか。すごい、これも本当ラジオに載せられるかわかんないんですけど、なんか嫌なこととか、すごいバーンと落ちることがあった時に、はい、いや、私が死ぬぐらいだったら、あいつを、っていう。そういうタイプです。なぜ私が死なねばならぬみたいな。そうだね。まあ、そんなことにならないのが世の中一番なんですけれども、マインドとしてはそっちですね。いや、めちゃくちゃかっこいいです。自分を大事にね、できるんだよね。あ、今なんかピーヨンが。そうですね。ちょっとなったかもしれないですね。なんですか、なんかあったんですもんね、きっとね。言っちゃいけない、ラジオ載せちゃいけない何かがね。最高でございました。はい。ね、今回もいろいろあったんですけれども、引き続き皆さんが人生を歩んでいるうちに見つけたオリジナルの名言をお待ちしております。異世界知りかく。ここで異世界失格からのお知らせです。テレビアニメ異世界失格は ATX 東京 MX BS11 他にて好評放送中です。さらにアベマ、ネットフリックスでは毎週火曜日24時から最速配信中、ね、その他配信サイトなど詳しくは公式ホームページ公式 X をご確認ください。はい、続いて音楽情報です。テレビアニメ異世界失格のオープニングテーマは伊藤貸太郎さんの修羅日記、エンディングテーマは前島真由さんのさよなら素晴らしき世界を、こちらどちらも現在好評配信中です。そして異世界失格とアニメ文豪ストレイドッグスがコラボレーション、その名も異世界ストレイドッグス。主人公先生と文豪ストレイドッグスの太宰治
ム、死にたがりな2人のコラボムービーなどが公開中のほか、先生と太宰治のスペシャル対談も公開中ですので、ぜひチェックよろしくお願いします。はい、そして京都国際漫画アニメフェア、通称京マフに異世界失格が登場することが決定しました。わー、ありがとうございます。9月22日日曜日、京都で実施される京マフにて異世界失格のスペシャルステージが行われます。はい、出演はアネット役の私大久保留美と、玉役の鈴代さゆみちゃん、はい、そして先生役の神谷博さんがコメント出演をされるとのことです。詳しくはイベント公式サイトをご確認ください。はい、そして最後に原作情報です。異世界失格は柔らかスピリッツで連載中、コミックスは最新11週まで発売中です。以上、異世界失格からのお知らせでした。お届けしてきた異世界失格恥の多いラジオ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。はい、はい、今回は異世役の中原舞さんゲストに迎えてお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。いや、なんかこんな話聞いていいのみたいなのがたくさんあって楽しかったです。いや、嬉しいです。ありがとうございます。やっぱアフレコ時は、まあ、あの前後の時間帯だったりとかが多かったので、もうそのタイミングでお越しいただけてめちゃくちゃ嬉しかったです、ね、こちらこそ本当に、はい、この後もね、いい試合活躍しますんで、ね、皆さんぜひアニメも楽しみにしていてください、はい、お願いいたします。この番組は YouTube 角川アニメチャンネルとインターネットラジオステーション音声にて各週木曜日に配信となります。作品の感想や各コーナーでのメッセージは番組ページの概要欄からお送りください。ということで、ここまでのお相手はアネット役の大久保留美と、玉役の鈴代さゆみと、イーシャ役の中原舞でした。グッドバイ。